何え表裏か今なんかおうおうらてって呼んじゃったさすがにバルコギだろ広がるのは来来中中ポケガニム中どうもライチャイガーです。ナノプルです。僕が表と裏どっちが好きかってちっちっち答えは表裏一体ミスターコイン今日あのヨピフットと撮影する予定だったんでね。うん。じゃあどちら様ですか。誰ですか。コインの表と裏を、司るかもしれない唯一無二の存在ミスターコインミスターコインさん。ミスターコインさんどうしたの今日は。あの聞いてない。ヨピフットから言われてると思うんだけど。ヨピフットからは聞いた。あの今日はコインカードバトルをやってもらうよ耳にキンキンしますね。コインカードバトルだよ。はい、コインカードバトル、はい、いや特殊ルールのバトルですよね、うん、はい、まあ、ヨピフットはね、裏バックアスからちょっと追放あら今日ヨピいないもんね、はいうん、コインカードバトルはね、トレーナーズウェブサイトのカード検索機能でコインと入れて出てきたカードしかデッキに入れちゃいけないよ。お基本エネルギーは入れていいよ。あ、しっかりそれで組んできました。うん、ナイスだね。はい、技を使うときはね、コインと書いてある技しか使えませんよ。なるほどなるほど。気をつけてね。特性は使っていいから。はい、他ね。本編何この本編のさ。なんでこれ白に白い丸に赤い丸。白丸に赤丸だこれ。これね、白丸が表を表してんだ。この上黒丸これ裏ね。あ、眉毛じゃないんだ。あ、これコインなんだ。あ、そう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 、眉毛と思った、うん、あ、そういう思う人もいるよね、結構眉毛じゃないんだね。この白丸の上にこうピンポン丸っていうのがあると、もうバトルしよう。みんな表出したいですね。早速ね、バトルしていきたいと思います。コインカードバトル、レッツスタート。私はコイン。最初はグー、じゃんけんポン。じゃあ先行で。先行なんだいいじゃん、いいじゃん。タネポケモンがいませんでした。出た、このコインカードバトル、キーカード、虫取り少年。これね、強いよ。一番山手が引ける可能性のあるサポート。そう、虫取り少年。君たち、そこに気づいちゃったかじゃあ、ナンプで一回引き直したから、一枚引かせてもらいます。はい。それでは、連勝正しきコインカードバトルを始めていきたいと思います。はい、緊張してきた。掛け声がありますね。分かってるでしょ。え、分かんない。分かんない。教えてください。せーの、勝利。これです。勝利いいね。はい。勝利です。よろしくお願いします。はい。いきますよ。コインカードバトル、はじめ、せーの、勝利。はい、始まりました。ラヌーラ EX です。おー、輝くジラーチです。はい。じゃあ、1枚いきます。では、早速ね、キャプチャーアロマ使います。はい。表か裏か、よ裏なので、種ポケモン持ってきます。はい。じゃあ、種ポケモンね、コレクレーを、ちょっと手札に加えていきます。おー、コレクレー。まあ、この子はね、技名も連続コイン投げだしね、うん、効果でもね、コインと投げます。うん、なんかぴったりですね。じゃあ、コレクレーベンチに出して、メインで使いたいポケモンね、こっちなんですよ。ミニリュウ。はい。おー、あら、カイリュウ。まあ、カイリュウ EX が、まあ、流星ブレイクって技ね、コインを投げるわけです。強いやつだ。じゃあ、水エネルギー、ミニリュウにつけて、まあ、おしまいで。はい、じゃあ、1枚引きます。では、孵化装置使います。いきます。そう、裏だ。じゃあ、山札の下に戻るね。はい、キャプチャーアロマ使います。はい、お、裏がついてるか。でも、ここの裏、嬉しいんじゃないの。嬉しいキャプチャーアロマはね、状況によって表出てほしい、裏出てほしい、変わりますからね。うん。では、ここはリーフィア V を加えてきます。お、リーフィア V はリーフブレードにコインが書いてあるのか。そう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 。でもね、緑化細胞がね、便利なんですよ。強いな。まだ特性も強くて、まさにコインも書かれてて、メーカーのペンいいでしょう。もう一枚使います。はい。もう待って。じゃあ、ビーダルを加えていきます。ビーダルも特性強くて、まさにコイン書いてるパターンだ、うん。そうなんです。まだ触ります。リーフィア V をベンチに出します。そして、ガルーラ EX にこのエネルギーをつけます。これで緑化細胞を使います。はい。
ックスエネルギーをガルーラ EX につけます。はい、では1枚いきます。はい、ペンチ、お、ありがたい、まあ、お互いにとって相当重要。じゃあ、まあ、先にこっちかな、青木に使います。はい、新カーブですよ、コイン投げますね。うん、捨てな、表だ、はい、ということでポケモン2枚まで加えてこれます。で、海流 EX とサーフボーイ EX を手札に加えていきます。おー、サーフボーイ EX も来た。まあ、なんか豪華だね、確かにね、うん、でこのデッキね、不思議な目入れらんないからね、はい、地道にね、地道に進化するからね。じゃあ、白龍進化させてサーフボーイ EX 進化させて、はい、特製のボーナスコイン使います。山札1枚いきます。じゃあ、ポケモンキャッチャー使います。はい、次よ、表だ、じゃあちょっとリーフィア V を出してもらって、はい、そしたら手札から白龍にエネルギーをつけて、まあ、おしまいです。はい、じゃあ1枚引きます。セブシティ使います。ここでピッパを加えてきます。はい、まだ触ります。で、ピッパをベンチに出します。リフィア V にこのエネルギーをつけます。はい、これで4日最後使います。なるほどね、ここも技を使えないと。じゃあ1枚引きますね。じゃあサーフボーイ X のボーナスコイン使います。はい、じゃあ虫食い少年使います。山札2枚引ける効果ですが、コインは1回投げ、表だったらさらに2枚引けます。コインタイム、おっと、表出すね。さらに2枚引きます。やめたぞ、これ持ってってるよ、調子いいです。じゃあキャプチャーロマ使います。はい、よっ、裏種ポケモンミニリュウ手札に加えてきます。はい、じゃあテーブルシティ使います。はい、よっ、表だ、表強いな、惜しいですね。これかけて手札に加えていきます。はい、じゃあベンチにミニ竜を出して、白竜を海竜 EX に進化させて、手札から輝くジラーチにエネルギーをつけて逃がします。はい、もうね、海竜 EX バトル場に出ます。うわー、うわで、ポケモンの道具空振り保険つけます。うん、もうこれで裏が出ても山札が引けると。空振り保険、ふーん、これって裏が出ることを想定してるよね。まあ裏が出るかもしれない。そんな弱気な姿勢でいいの。まあ、どっちも得っていうね、考え方が。じゃあもういいっす、技使います。流星ブレイク、表だと倒されちゃう。裏が出てもいいという姿勢が出てしまうかもしれないよ。うわー、そうやだった。そうじゃないか。こいつ、140ダメージ。140、これはちょっと救われました。で、まあ、裏で次の番ね、技使えなくなっちゃったんですが、はい、空振り保険のおかげで山下さんもやってます。うん。はい、じゃあ1枚引きます。一歩をリーダルに進化させます。そして、ガレーラインエクスを引き出します。はい。テーブルシティ使います。はい。ほら。じゃあ、リーフィアブに逃げます。はい。で、ガルーラ EX を出します。来たよ、これ4回表で倒せますからね。うん、それやばいね。エネルギーシール使います。はい、うわ、残念。じゃあ働く前は使って3枚引きます。豪華ガル V を出します。はい、エネルギーシール使います。うわ、あらあら、全然表出ないな。虫取り少年使います。2枚引いてコイン投げます。全然表出ない。そろそろ第2の余計フットとして扱うよ。余計フット、ね、やだやだ、ここに表が出ないことで、あまりにも有名。手札から豪華ザル V にエネルギーをつけます。そして空振り保険を私も入れてたので、まあね、ガルーラ EX につけます。では技使います。マシンガンパンチ、はい、これを4回投げて表の数かける100です。まあね、まさか一発では倒されないでしょ。いきます。あらあらあら、ちょっと落ちてしまうわね。困るな。行きます。裏だね、裏、やばい、裏しか出ない今日。すごい、やばいやばい、やばい、どうしよう、ずっと裏じゃん、やばいね、ゼロダメージ、やばい。空振り OK で3枚引きます。ちょっとこれすぐ負けちゃうかもしれないな。あらあら、でもだって序盤表出るもの、終盤表出ぬというね。出ぬ、あるね、やばいよ、負けちゃう。じゃあ一枚いきます。はい、じゃあグッズ付加装置使います。はい、あ、表ですね、うん、じゃあエモンガをね、ベンチに出しておきます。はい、逃げるためのエネルギーないのか、ベンチセブシティの効果使います。表、すごいな、すごいな、表ばっかりやね、今日ね。今選ばれし存在かもしれないよ。やばい。でも、カリエス。油断しちゃいけない。サポート、ブランシェ使います。はい。まぁ、あ、2枚引くんですけど、まあ、その後、ポイントを1回投げ、表なら、トラッシュの水エネルギー、ベンチポケモンにつけられます。ブラ、はい、まぁ、あ、2枚引く止まりですね。じゃあ、ボーナスポイント使います。
じゃあ白龍に進化させて雷エネルギーをつけます。はい。で、前の番流星ブレイク裏だったんで技が使えないということで、はい、ここは番終わります。じゃあ1枚引きます。テブシティ使います。おぉ、本当に嬉しくない、本当に嬉しくない。キャンデラ使います。キャンデラ来たよ。2枚引きまして、コイン投げます。そう、あらなんやばい、勝負にならん。恐怖のエネルギーをガルーライ X につけます。では技使います。マシンガンパンチ、やったれやったれ。いきます。おぉ、あら、表すごいわ。うわー、これ投げ直そうか。うわー、やばいやばいやばい。あと1回いくぞ。そう、あー、おー、危ない危ない。これがコインの3枚目か。まず300ダメージで空振り保険も働くと、うん、はい、じゃあ3枚いきます。300ダメージじゃねえで、3枚いくからいいんじゃないの。そうっすね。ポジティブポジティブ、じゃあいきます。はい、コインの世界一でポジティブね。じゃあテーブルシティ使います。はい、よっ、耳で加えてきます。じゃあボーナスコイン使います。はい、じゃあモンスターボール使います。うら、じゃあサポート虫取り少年、はい、2枚引いてコイン投げますよ。よいしょ、あらあらあら、ちょっとね運気が下がってきたかもね。じゃあ、まあ、合計2枚ですね、うん、じゃあベンチ外流 EX に進化させて、うん、水エネルギーもつけちゃおうかな。あら、いいわ。でミニ竜も出しちゃって、うん、まあね、だいぶ完成してきましたが、ここはねこのまま技使いたいと思います。流星ブレイク、表だったら一発。頼む、裏こい、よいしょ、裏が、もうそれで全部済まないんだけど。じゃあ空振り保険で3枚引きます。はい、じゃあ1枚引きます。テブシティ使います。ここでガルライ X 加えてきます。はい、キャンデラ使います。また来た。2枚引きまして、ここに投げます。ここね、表出したいよね。表出したい。表パワーちょっと上げちゃう。表パワー、表いいですか、そんなこと出ちゃうんですか。うん、あのなんかこうやってバーンとか出るとかじゃないけど、もうちょっと詰めてる。じゃあコイン投げます。そう、おー、キャンデラ、ありがとうミスターコイン。あ、でも後でボケもください。僕だけの力じゃないから、ヤマップル君の誠実な心なんかうさんくさいな。じゃあガルライ X につけます。はい、お届けドローン使います。おお、2回表出したら好きだから。はい、これ楽しいやつだよ。いきます。と、うん、回ってないかな。5回投げます。うん、おう、うわー、2回目いきます。と、まあまあ、うわ、ね、はい、キャッチャーロマン使います。うん、で加えてきません。はい、手札からガルーライ X にエネルギーをつけます。はい、ではアドを使います。マシンガンパンチいきます。うん、声が画面外に飛んでちゃったので、ちょっともう一回いきます。うん、そう、裏だね、からの持って、まあこれで100ダメージは確定。100ダメージで空振り保険。うわー、倒されちゃいましたね、カリーエックス。まあでも粘ってくれた方かな。 やっと倒せた。じゃあ2枚最後取ります。最後取ってるよ、マラプラちゃん。じゃあ1回エモンガで、はい、1枚引きます。じゃあテーブルシティ使います。はい、じゃあモンスターボール使います。はい、表、はい、ミニリュー加えてきます。じゃあボーナスコイン使います。はい、きます。じゃあブランシェン使います。はい、2枚引いてコイン投げます。じゃあミニ竜を白竜にして、ミニ竜ベンチに出します。じゃあ水エネルギーを白竜につけておいて、エモンが逃がします。じゃあ海竜 X バトル版出します。じゃあ技使います。流星ブレイク、はい、コイン投げます。うわ、うわ、コイン、うわ、うわ、技使えないんだけど、倒されちゃうけどね。マジか、ひとまず倒すことはできたね。はい、2枚取ります。はい、豪華ゼロで逃げる逃げないで出しておきます。1枚いきます。では、クラッシュハンマー使います。うわー、やばい、表、表、じゃあ水エネルギークラッシュで、はい、もう一回使います。お、何かけてきた。いいよ、さあどうだ、うら、裏か、もう一回使います。やばいやばい、サイドからね、一気にちょっと取ってきたね。表、やったー。まあ一発で倒せなさそうなんで、
こっちにします、はいはい、すごいよこの動き、はい、うん、第2回優勝者のナナヌちゃん思い出すな。ナナヌちゃんってこのコインカードとかやってたんですか。思い出す。おしとり少年使います。はい、2枚引きましてコイン投げます。うら、2枚でガルダイ X 出します。そしてエネルギーシール使います。うら、ボーカザル V 逃げます。ガルダイ X をバトル場に出します。手札からガルーライ X にホモエネルギーをつけます。これで技を使います。マシンガンパンチ、うん、また4回投げます。いきます。うわっと、うわっ、うわっ、やばい、ちょっとね100ダメージ与えたいよね。与えておきたい。うわっ、やばい、すごい強だ。やっぱりね、まあ、クラッシュハンマー2回表出したから、ね、まあまあまあ、そうね。じゃあ1枚いきます。はい、まあこのコインカードバトルの貴重なポケモンを入れ替える手段である資金を使います。ない。まあここは正直裏で自分のポケモンを入れ替えたい。そうだよね。よっ、あーなんだか、ここは相手のベンチポケモン呼び出せるんね。まあビーダルだな。はい、これは足止めですか。そうだね、この間にエネルギーつけたいね。じゃあボーナスコイン使います。はい、じゃあバトル場の海流 EX にエネルギーをつけます。はい、でベンチ進化させます海流 EX。 うん、じゃあこれで番おしまい。はい、じゃあ1枚いきます。しきみ使います。おー、そっちも。ナナップルくんのここは裏を出したいの、ね、そう、裏出してガルライ X を出したいですね。いきます。うわー、うわ、じゃあガルライ X で私も罠早速もう使っちゃいます。マシンガンパンチです。4裏ですか。いやね、2回4裏でしたからな。ちょっといきます。おい、おー、よし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 、よし、よし、おー、待ってた。海流 EX でなければね、大体倒されてるかもしれません。じゃあ、いただきます。じゃあ、ボーナスコイン使います。はい。じゃあ、サポート、スパークで。はい。まあ、2枚引いて、まあ、今度は雷エネルギーをね、つけるチャンスです。うん。お待て。すごいね。ベンチポケモンに、トラッシュの雷エネルギーが来ました。結構山札が薄いね、メタスね。うん、まあ、あんま引きすぎるとやばそうです、ね。4枚しかない。じゃあ、手札から、水エネルギー海流 EX につけます。はい。じゃあこれ、技宣言流星ブレイク、うん、はい、まあ、一発で倒したい。ただ僕はここまでずっと裏が出ている。あら、ミスターコイン、君の出番だ。いいの、そんなことやらないで。コインを投げてくれ。僕が投げたいから投げちゃうね。うわー、頼む、ミスターコイン、おめでとう。投げちゃうんじゃないのこれ。まずは聞くことがあります。 Heads or tails? 英語、 Heads or tails? はい、Heads が表。表がいいんだね。はい、任せて、ミスターコインだから。不思議な力でどうにかして、テイルス、テイルス、テイルス、おい、ミスターコイン、大手出ないんかい。コインの結末はミスターコインでも操れないということなんだ。140ダメージで技が使えない。はい、はい、じゃあ1枚引きます。シマモシを使います。もうシマモシ、はい、コインを投げます。そう、うわ、うわ、表、表、エネルギーを1枚ここに置きます。では技を使います。マシンガンパンチ、うん、まあ、1回でも思ってたね。でもね、も2回で4回裏出してるから、いきます。そう、裏、怖い、そう、やばい、ちょっとやばい、これは嫌な予感、嫌な予感、やばい、やばい、やばい、大丈夫かな、運がなさすぎる。じゃあ一応引きます。はい、じゃあ式に使います。はい、これは裏でね、自分が入れ替えたいです。よっ、持ってきた、まあ、呼び出すのはリーフィア V で。はい、じゃあ、まあ、カイリー X 逃げます。こっちのカイリー X 出します。手札から雷エネルギーをカイリー X につけます。はい、じゃあ技流星ブレイク、うん、まあどっちでもね、倒されはしますが、あー、あー、次は使えないか。これ、まあ140。プルクにとって大きい裏かもしれないよ。大きいかもですね。気絶します。さあ、残り2枚。豪華ザル V 出します。1枚いきます。エネルギーをガルーライ X につけます。そして、ポケモンキャッチャー使います。うん、おぉ、じゃあ、海流 EX 呼び出します。なるほど。これは倒せるかもそう。いや、でもね、ちょっとこのガルーライ X で行くのは、次の番、おおむね倒されそうで、怖いので、うん、豪華ザル V で行きます。ついに
使います。裏が出るまでコインを投げて表の数かける3秒で、これを一発勝負よ。無限に投げれるかもしれないからね。そうだよ、ミスターコイン隠すのもありだよ。ちょっとそれやめて。さあ裏出してたじゃん。もう私も自分で投げな。まず自分で投げますね。いきます。まあ一応なんか出るまで投げてもらって、もう裏でいいっす。そう、あーどうで、これでもあと2時間ぐらい投げてるかもしれない。やばい、ずっと表が今までの。あー、まあ、60ダメージね。60ダメージ。おー、追い詰められた。でも一発で倒されちゃうかもなんですけど。あら、サイド並んで、これでね、もう状況も 50-50 コインだけにね。ねえ、もうね、もっと早く笑っていこう。ねえ、笑っていこう。はい、コインだけに。はい、もう帰り X いっちゃいます、はい、1枚いきます。はい、行こうか。進化、エネルギーつける、はい、もうね、技宣言で。シンプルだね。はい、流星ブレイク。はい、表だったら負け。そろそろダメージを追加したい。うん。いくぞ、よいしょ。やーイ、やばい。何回、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 決まんないね。じゃあ、140ダメージ。はい。まあ、まだ負けたわけじゃない。そうだよ。じゃあ、1番いきます。輝くジェラーチ出します。そしてこれくらいも出します。ガルーラ X に炎エネルギーつけます。島越し使います。うら、うら、なるほど。ポケモンキャプチャー使います。あら、うら、なるほど。じゃあ逃げます。ガルーラ X、 いや、技を使います。ご神官パンチ、これ裏続きだったよ。頼む、勇気を持て。なんだこれ、勇気を持つ。この言葉には表という言葉が入ってるんだ。勇気を持て、勇気を持て、うん、行きます。まあ4問だからね、そうそうないんですよ、ね、ちょっと悲しいな、ね、すごいね今日ね。あー結構なんかもうらしくないね本当にね。どういうことなんだろう。確率すごいよこれ、ね、逆にすごいよ。あらあらあら、ちょっと4回目のオーラってことですか。すごくない、あれ、すごいね、うん、もう奇跡かもしれない、逆に奇跡。じゃあ1枚引きます、うん、山札もすごい少ないね、うん、バトルバー技使えないしね。じゃあ付加装置使います。はい、ちょっと山札に戻るポテンシャルもあるからです。およいしょ、表か。まあ山札見ますね。はい、あーこれ式見なんだな。はいはいはい、あの1枚なんで。はい、じゃあサポート島星。はい、表、表、じゃあ海流 EX と式見を山札の上に戻します。はい、じゃあサーフ号 EX のボーナスコインで1枚引きます。海流 EX に進化、今コンボだよ。エネルギーつけます。進化、あとはポケモンキャッチャー、おっとこれ次第です。うわー怖いよ。っおーまだ出た、出るか、ガルーラ EX ね。バトルバーは技が使えないので逃がします。あー新しい海流 EX、 はい、これで技使います。流星ブレイク、どうせなら280出したいよ。おー280ダメージ、やっと見せれた。待ってくださいね、280と最後完璧なフィニッシュだね。決めた。はい、最後2枚取りました。ということで第302回コインカードバトル入賞はライチューメカーさんです。おめでとう。優勝なんだこれ。これ優勝決勝だから。勝ってなかったけどね。302回なんだ。はい、そうそうそう。すごい。いやーちょっとね、さすがに面白かった。そうだね。そうだろ。コインをたくさん投げまして、うん、まあ、どっちが出るかで結構バトルの展開変わったと思うので、うん、こう何度やっても面白そうな感じはしますね。いや運命力試されますね。4回連続裏が出たのちょっとびっくり、うん。コメント欄でぜひね、ナナップルが何回裏出したとか。ライチュが何回表あったかとか数えてくれたら嬉しいかもね。嬉しいですね。だろ、はい、やばい、コイン裏のお姉さんって呼ばれちゃう。やばい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 。今日の動画面白かった方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回バイバイ。バイバイならぬコインコイン、コインコイン。